こんにちは、うさんこです。歯切れってどうしてこんなに細長く残るんですかね。今回はこちらの細長く残った歯切れたちを使って、こちらもねたくさんありますよ。あとこのギャロンテープ、ちょっと前の動画で紹介した細長いギャロンテープも使ってくるくるくるっと巻くようなポーチ作りたいと思います。帯状にね、こんな風にくるくるくるっとして使うポーチです。くるくるポーチの中には割と細長いものとかしまおうかなと思っています。消毒とかね、あとこれからの季節ハンドクリームとかしまおうかなと思います。改めて布を用意するのもったいないので、なるべくこう細長くなってしまった歯切れを活用したいと思います。今あるものの中から布合わせも楽しいですよね。これで、こんなレイアウトにします。サイズなんですけど、だいたい横が33センチぐらいにしようと思います。縦はねちょっと考え中です。こちらのキルト芯を土台として縫い付けていこうと思います。こちらの布を細く紐状に縫って、でファスナーの代わりにくるくるくるっと巻きつけて留める感じにします。裏布というか、裏布はこの黄色いストライプの布にします。まずね、キルト芯をカットします。縦方向はだいたいハンドクリームの長さプラス 2,3 センチにして、だいたい16センチぐらいにしました。こんな感じにくるくるくるっと持ち運ぶイメージです。で、紐でね巻いて留めます。一応キルト芯が出来上がりサイズという予定です。ギャロンテープを必要な長さにカットして、この黒い部分がちょっと印象がきつくなるので、今回はカットしちゃいます。黒い部分がね、あると締まるんですけど、ない方が柔らかい印象になって今回はいいかなと思います。ギャロンテープを中心よりちょっと上にして、で縫い付けていきます。中表に合わせて端を縫って、上下に布を伸ばしていきます。布端と布端を合わせて縫い代1センチで縫っていきますが、ちょっと白い部分が邪魔なのでカットしちゃいます。カットしました。中表に合わせて縫い代1センチで縫っていきます。縫えたら開いて、で次、今度はじゃあ下側縫っていきます。こちらの緑の布も同様です。中表に合わせて端から1センチぐらいのところを縫っていきます。開くとね、ほら可愛く縫い付けられました。では次は上の部分ですね。直線縫いでダッと縫っちゃうだけです。布が全部縫い付けられました。裏はこんな感じ。布がピラピラしちゃうので、ちょっとこのキルト芯に貼り付けます。今回使用しているキルト芯、片面のり付きなのでアイロンで貼り付けちゃいますね。布がキルト芯に貼れました。貼れたら布の余分なところをカットしていきます。あれれなんですが、1センチ縫い代多く周りに出すはずが、ちょっとここ足りなかったので急遽仕様を変更します。キルト芯が出来上がり線だったんですが、キルト芯で切っちゃいます。布をキルト芯より1センチ大きくカットする予定だったんですけどね、まあいっか。こんな感じにできました。裏布を表布の大きさに合わせてカットします。このままではしまえないので、この黄色のストライプの布にポケットをつけていきます。上の部分にも蓋を縫い付けます。裏地なしで仕上げるので、端はジグザグミシンをかけて
1センチ折って縫い押さえて仕上げたいと思います。こちらも同様、ちょっと軽めの仕上がりがいいかなと思って今回裏布はつけませんでした。ジグザグミシンかけたら縁を折って、で下糸だけこの糸に変えて、あの縫い目が出るところ白じゃなくって黄色のグラデーションになるようにしておきます。どうですか、見えますか？なんかちょっと分かりづらいですね。まあでもあの可愛いですよ。ただこれをあのストライプの布に縫い付けていきます。蓋がね、あの上の部分が蓋になるようにかぶさるようにします。で適当に自分が好きなポケットの大きさになるようにこうやってあの縫い合わせてください。ポケットの幅はあんまり狭くしない方がいいと思います。こんな感じにポケットができました。周りがピロピロしてるのでちょっとジグザグミシンかけてまとめておきますね。裏布が出来上がりました。これこれ紐作らなきゃね。端はちょっと出ないように折ってで紐にしていきます。手持ちのリボンとかで代用しても全然いいと思います。表布の中心に縫い付けておきます。縫い付けられました。あっという間です。紐をちょっと中心にまとめといて裏布を中表に合わせてポーチに仕立てていきます。上下の向きに注意して縫い合わせてください。返し口は下側縫い代1センチでぐるりと縫っていきます。ダダダッと縫ってしまいます。縫えたら角を切り落とします。4箇所切り落としてください。ちょっと今回縫い代にもねキルト芯があるので、あの短い辺のところのキルト芯、余分なところはちょっとカットしておきます。表に返した時にねゴロゴロしてしまうのでカットします。長い辺のキルト芯はちょっと下側だと返し口があったりするのでカットしちゃうと返し口縫い閉じられなくなっちゃうので、こんな風にキルト芯だけ、布に貼ったキルト芯の部分だけ切り落としてください。こうするとね割と縫い代の部分ゴロゴロしないです。縫い代をアイロンで開いて返し口から表に返します。表に返したらアイロンで形を整えて返し口を縫い閉じます。できました、完成です。くるくるポーチです。まあいろいろあったけど完成して本当良かったです。ファスナーじゃなくってこう紐でくるくるっと閉じるのも新しい感じしますよね。ちゃんとポケットできてます。表はこんな感じ、こうね上にかぶさるようにポケットついてるので逆さにしても一応中のものが落ちない仕様になっています。上つけないと逆さにすると落ちてきます。ポケットの幅は入れるものに合わせて縫い付けてください。あんまりこうポケットの幅が狭すぎると、まあ、6センチ以下ぐらいだとちょっと物が入れにくいかもしれません。でもピタッと収まるのでね、その辺はお好みによったりもします。くるくるくるっと持ち運んで、なんかまあレトロな仕様ですよね。細長い歯切れを活かして使うので、まあこんな感じのくるくるポーチになります。キルト芯がねふんわりしてて、ちょっと癒される感じはあります。巻き方も半分に折ったりくるくるまとめたり自分の好きなようにまとめてポーチ使ってください。今回このハードタイプのキルト芯使ったんですけど、ちょっと厚かったかなと思うのでもうちょっと薄手のキルト芯でもいいかなと思います。ハードタイプでちょっとしっかりしてるので巻くとちょっと厚みが出ます。キルト芯選びは奥が深いですね。紐の長さはこう表布の
この長い辺の長さよりちょっと長めにしておいてください。そうすると割といろんな巻き方、ちょっと長めにしとくといろんな巻き方できます。細長いはぎれを生かして作るポーチ、かわいいので皆さんも気ままに作ってみてください。